はい。我々から食べちゃっていいですか？はい、どうぞ。これだから食べね、さっきあの横浜横浜も説明してま、食べてんのかよもう。早くない？待ってくれ喋ってんだから。ごめん。なんかあるだろ食べそうな空気感とか。食事じゃないんだよ。本当に好きでねプリングルスが。いや我々あの自分たちのラジオとかでも本当にプリングルスの話よくしてる。うんうんうどでこれなんか下にやっぱこのくぼんでるところにパウダーがついてるので。そうれが初めて聞きました。そうなんですよ。これを下向きに食べると。下向きですよ。 いどういうふりなんのちょっと黙っといてくれもう僕とゆうちゃみだけでやるからもう邪魔しないでくれこうすることで舌にベロによりパウダーねチーズができまおいしいです勝手にしゃべんなよもうはしゃぐなよいやおいしいおいしいやっぱ食感がプリングルズってめちゃくちゃいいですかねそうサクサクでね2枚一緒に食べたらまた味変わるんですよねこれそう食感もまたいいですね あ、おいしいわ。皆さんお聞こえますかこのサクサク。あ、本当だ。あ、それは出ない。やめてくれよ。首になってくれよ今すぐ。なんそんなはしゃいでるんだよその。やめちゃめちゃめいい？でもね開けた瞬間からすごいチーズの香りがすごくて美味しそう。あ、おいしい。いただきます。あ、も。 うん。一番のリアルなリアクションがそれだから。食べた瞬間あうま。いやほんまに。でもなんかチーズ今回4種類も入ってるんで、やっぱチーズ好きにはたまらないっていうのと、やっぱり濃厚で美味しいっていうのと、なんか何よりこの缶缶可愛い。いやマジで。色感がね。からね。黄色でギャルが一番好きな色。本当。うん本当。 タイタンタタインの色でもありますからね我々の事務所もねタイタンのあの給料とか渡す封筒は黄色ですか黄色なのかわ上がりますよねやっぱね我々もやっぱ黄色ですから金融上がりそうなんかいや美味しい本当に美味しい香りはどうですか香りも開けた瞬間からめちゃくちゃきますからもう食べる時口元に持ってってる時に 香り欲しいなって思います。ビール飲みたくなりますね。ああ、お酒にも合いそう。いいですね。開けた瞬間から楽しむ。美味しい。やっぱ食感がいいから。よりいいですよね。うん、パリってする。なんか食感は。今までのプリングルズそのままでで、味は新しい味。新しい、新しい。新鮮な感じがします。新鮮な感じする。ありがとうございます。ではですね。先ほど控室でご試食いただいたときに。 はい、チーズをたまらなく食べたくなるのはどんなシチュエーション、はい、ということをフリップに書いていただきましたので、はい、ここで披露していただきたいと思います。では、ちょっとご準備します、ね。はい、いますはい、確かに黄色皆さん合ってますね。とっても素敵ですね。黄色って幸せの色ですからね。本当にそうですよね。うん、上がりますね。上がる、はいね、はい。それではですね。順番にお見せいただきたいんですが、まずは河本さんからお願いします。 僕はですね、うん、キャンプでビールと一緒にねキャンプやるんですけどああの必ず持ってくんですこれ本当にあの、うん、おせちとかじゃなくて、うん、キャンプではもう毎回プリングルズ持ってってるんですよ。<laughs> うん、でビールと飲むのはね最高だからビール普段ね、ねあの最初の1杯しか飲まないんですけどもうキャンプ行ってプリングルズ食べているとねビール6本ぐらいいっちゃうんですよね。いな ビールの話を自由にしなくてもいいとにかくあほんでなんでビールのことここで言うのにちょっと先に言っちゃったんだよここで言えよせめて <laughs> そういうとこだろう。<ー>そういうとこだよ <laughs> ありがとうございますでは続いて、はい、井口さんにお見せいただきましょうどうぞ、はい これも本当に、あのー、いつもやってることなんですけど、うん、あのみんなで賞ーレースを見ている時<ー>お笑いの、まあ、m 1とか、うん、1> キングオブコントとか r 1とか、うん、1> 芸人仲間で集まっていつも見るんですけど、うん、その時にやっぱお菓子とか持ち寄ってみんなで食べるんで大体やっぱチーズ味人気ですからプ、うん、リングルズのチーズ味新しく出たんでこれみんなで持ち寄ってみてみんなで賞ーレースを見ながら。うん ニュースター登場するなよって祈るっていう回をやってるんですなるべく優勝してもあんまりお笑いの流れ変わらない人優勝してくれって祈りながらみんなで見る令和ロマンとか優勝した時すごい嫌でしたもん嫌だったの次世代のやつ勝つなよと思ってそうねそいうの祈りながらみんなで当にあにやっぱ集まった時に一番みんなで食べるのにねちょうどいいんで必ずありますもんね必ずありますもこれやっぱ賞レース見るときは必ずみんなで食べてますその皆さんの集まりすごく楽しそうで見てみたくなりますね になりました今はい本当ですよ「ニュースター誕生するなよ」って言ってる集まりですよいや悪口のオンパレードですから行かないほうがいいですよそうですねいたで放ね言いたいほうがいいですありがとうございますでは続いてゆうちゃみさんお願いしますえっと1個目が1個目じゃんギャルともとパーティーする時やっぱ友達と集まったらやっぱいろいろお菓子めっちゃ食べるんでそういう時にプリングスをねちゃんと 並べて、インスタ映えしてから、食べたいっていう。ギャル友とパーティーしながら、新しいギャルタレント出てくるなよって祈りながら。うん、そうだね。そんなこと言わないよ。で、聞いて欲しくはないよね。まあね、正直ね。はい。で。い二個目が。なんだろう。じゃん。渋谷におる時。ざっくり、すごいな。え、すごくないこの、可愛くない?。いや、可愛い。あとね、渋谷の。やつとプリングルズがちょうど。うん、コラボみたいなしちゃって。 そうなんか渋谷に居る時とかは自然的に友達が集まったりとかやっぱりねさっきも言ってたけどお酒飲む場合とかもあるからまあお酒に合わせてでも飲めるっていう最高なお酒のあてにもなるからこれもありかなって思います楽しい商品ですからねみんなの集まりで楽しめますそやっぱみんなで集まる時が一番ねいいですよ楽しかったみんなで食べたい僕だけ一人とる 誰かと行けキャンプも。かわいそう。人でもみんなでも楽しめるということね。いや、そうですね。はい。ありがとうございます。ではですね、この。はい、チーズにぴったりな上がるポーズというのを考えていただいて。この場で披露していただこうというちょっと無茶ぶりなんですが。はい、ポーズを。考えて。なんだろう。ポーズ。ポーズです。 ポーズはい、チーズにぴったりなポーズですはい、チーズにぴったりなポーズめっちゃ得意そういや得意まぁでもいつも僕はまあやってるんでやっぱそれはねはい写真撮ってますからはいじゃあやっぱりプロのゆうちゃみさんからえ、マジ見せていただいてゆうちゃみからで大丈夫かなまぁ写真はね、写真は撮られ慣れてるゆうちゃみの後嫌なんですけどそうですよねそういう順番になりましたはいはい <laughs> それでは早速そくゆうちゃみさんもう大丈夫ですかはい大丈夫ですわかりましたじゃあ皆さんの見やすいま真,真ん中にしましょうかこの真ん中で見せていただきたいと思います、はい、ではゆうちゃみさんお願いしますはいチーズ絵になるな可愛い,いですね同じぐらいシャッター押してくださいよ僕らの時も <laughs> 数えてるということでありがとうございます っとね、ポイントはいつものギャルピースはギャルピースなんですけどまあテンション上がるということで片手は上でこっちはこっちなるほどなるほど足目になってるね足目ってくれちょっとねあのゆうちゃみと共演するときちょっとテンション高った。好きなのゆうちゃみのことが緊張してあんまり裏で喋れない表ではしゃぐから見てらんないんですよ ありがとうございます。では続いて井口さんお願いします。じゃはい、チーズで見せていただきましょう。参ります。はい、チーズ。いつものやつや。<laughs> あ、もう読むちゃうんでか折れるなよ。これ <laughs> みんな撮っていただいてるから。撮、はい、っていただいてます。はい、ありがとうございます。じゃあポイントをいただきましょうか。ポイントはやっぱりその燃え袖ですね。 あ逆にねあ逆じゃないよ <laughs> ストレートのボイスじゃなくてこっちは、まあ、いつも写真撮るときこうやってやっぱその僕もう40もうすぐ41になるんでマジでで意外でしょママと2個しか変わんないよ嘘だろえ <laughs> ママとしかか変わらないんゆうちゃみのママとニコしか変わらないんでやっぱ若くいるために可愛いポーズをいつも楽屋のバリの前でこのポーズをやってるんでツイッター見てくださいよくやってますかとにかくやり続けてやり続けたらだんだんみんな真似してくれるようになったりするんですけどかも今回燃えそでなんでかなり可愛くなったと思いますありがとうございました自分でてていいただありがとうございますさあでは最後に河本さんはいチーズでお願いしますね 参りましょう。はい、チーズ。あ、かわい,い。いけてんじゃん。<laughs> いけてんの、これ。いけてる。濃い,い。もう、そう。皆さんもう、取れました。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。どう <laughs> ですか。ポイントはいかがですか。かいいこれ、いつも、あの、家でやってるやつですね。家でやってる。はい。なんで。 酔っ払っても酔っ払って話ばっかりやめてくれよもうでもゆうちゃみからなんかか Y2 系ギャルで可愛かったようそ1999年代みたいなあ、地で言ってるから90年代か確かに僕らが見てた時のかわいい90年代を生きてきましたからね我々リアルタイムではい、ありがとうございますということで今ご披露いただいたハイチーズのポーズは後ほどのフォトセッションでも披露していただこうと思います 変えたい変えたいです。いやもうダメで、あれで行くしかない。あれで行くしかないから報道する。決まりました。決まってますもんね。まさかねこの一回で終わるかと思いきやずっとそれをやらなきゃいけない。それそれの人として出る。いや寒いぞ。あとで記事で見た時。記事で言い訳させてくださいよ。皆様よろしくお願いいたしますね。ちょっとでも違ったら指摘してくださいね。変えさせてください。 はい。というわけで、あっという間のお時間ですが、トークセッションのパート以上となります。どうもありがとうございますありがとうございました。では、ウエストランドさん、ゆうちゃみさん、ご準備いただきますので、こちらにお願いいたします。<ー>どうもありがとうございました。